皆さんこんにちは。作曲家シンセサイザー奏者の西村直樹です。今日も西村ピアノアカデミーからお送りしています。今日2022年10月11日火曜日、今日の数波の言葉は変化に気づく、変化に気づく。そして今日の BGM は来年生誕1250年を迎える弘法大師空海が眠る荒野の祈り、このアルバムの中から返上をお送りしています。お大師さん、空海、返上、金剛、さまざまな名前を持つその弘法大師空海が眠る荒野さん、荒野さんから作曲の依頼がありました。荒野の依頼、ぜひ手に取ってじっくりと楽しんでいただければと思います。それでは今日一日が皆様にとって素晴らしい一日でありますように。